庭瀬陣屋と庭瀬藩は、備中国海洋軍、庭瀬村に藩長を構えた藩である。庭瀬陣屋は、旧庭瀬城にの丸を使用して築かれた。慶長五年、関ヶ原の戦いで、西軍主力となった、浮田秀家の家臣であった、戸川通康は、内紛により東軍方についた。その功により、通康は二万九千二百国を領主立藩、庭瀬城を居所とした。 続く二代から四代の藩主は、それぞれの兄弟に領地を分与したため、四代安風の第二は二万国となった。遠方七年に、むつぐ断絶し、和瀬は一時幕府領となった。四年後の天那三年、下宇佐国籍宿藩より、久世茂行が五万国で入部し、再び和瀬に陣屋を構えた。上京三年、茂行は丹波国亀山藩に違法となった。 7年の後、元禄六年に、大和国恐竜藩より、松平信道が3万国で入部したが、元禄十年に信道は、出羽国上の山藩に違法となった。元禄十二年、和作に高滝藩より、板倉茂高が2万国で入部し、廃藩地県まで、板倉氏が11代172年間在封した。江戸後期の文政元年、七代将氏は、 半校正義館を開いている。明治4年、廃藩地県により、庭瀬県となった。あと、深津県、小田県を経て、岡山県に編入された。板倉家は、明治17年の家族令により、死者となった。内閣総理大臣となり5.1号事件で、教団に倒れた犬飼い武氏は、庭瀬半領地の出身である。 戸様二万九千国二万二千五百国二万千国二万国立ちやす、昭安分地により二万二千五百国、安信分地により二万千国、安風分地により二万国、不代五万国、重行不代三万国、信道不代二万国十、高正信昭光葛氏勝吉正定昭氏、勝佐賀勝成正全勝広、ありがとうございます。